ヤクザは16世紀末に南半球を旅してインドに渡った航海士ペーテル・ケイセルとフレデリック・デ・ハウトマンが共同して考え出したとされる新しい星座です。その後1603年にヨハン・バイエルが出版したウラノメトリアにより世に知られるようになりました。当然新しい星座のためギリシャ神話などはありません。ちょっと残念。